静岡県は日本列島の中心に位置し、美しく雄大な富士山をはじめとして豊かな自然が広がります。県土のおよそ 64% が森林で、古くから杉、ヒノキを主体とした造林が行われてきました。静岡県の木は肥沃な土地、年間2000ミリ以上の雨、そして温暖な気候により素直にまっすぐ育ちます。静岡県の木は美しさと粘り強さに特徴があります。ヒノキは香りが高く、美しい木目と光沢があります。加工しやすく、水や湿気にも強いことから、内装材や家具などに広く使われています。壁や床、天井など内装を自然素材で仕上げた木の空間は、いい香りが広がり、快適さをもたらしてくれます。静岡県の木が健やかで心地よい空間を生み出します。アパートの内装材としてもご利用いただけます。古くから植林が始まった静岡県では、良質な資源が充実し、利用に適した木材を安定的に提供できます。静岡県の木は今まさに使い時を迎えています。熟練した多くの職人や技術者の手によって、一本一本丁寧に伐採、加工、検査し、品質の確かな製品をお届けします。富士山の恵みに育まれた静岡県の良質な木材をぜひご利用ください。